だからね、いじめなくさないとかでしょ、今の理論で。戦争もなくならないと分かったでしょ。じゃあ、いじめの場合も、いじめ撲滅、いじめ撲滅、いじめ、バク、バク、バク、いじめ撲滅でしょ。じゃあ、いじめとの戦い方を覚えよう。ネット誹謗中傷との戦い方を覚えよう。そしたら、今度、テンパってせんでよかった。せんでやろ。それで、パッパッパッ。こういう、ああ言うたらこういう、上言うたら上言う。上言うを増量みたいな。関係ないけど。な、はっと、はって、みたいな。違うな。ちゃっ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 
なんでそれ、ね、こんな感じでちゃんと相手のことにはっはっは対応していこう。戦い方、じゃあ戦争の戦い方を覚えろと、あらー、本当だよ。全部でパッ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 なんかやったら板についたの以外や。な、違う違う、ちゃんとそのね、外交の段階でホッ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 、外務大臣としてホッ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 、違うけどな。以上、帝京は帝京大学とたまたま行ったら休みでした。たまに歌うところが、もうちょっと歩いて行ったらなぜか空いてました。学食で同じもの、トンネルズが似ていませんでした。そんな安いやつとは落とせない。